はい、始まりました、マリテツチャンネルです。さあ届きました、いよいよ出ます、共通テスト1ヶ月で攻略シリーズ最新版でございます。9月12日くらい発売でございますけど、はい、開封したいと思います。昨日できたばっかりですから、なんで今日開封って言って、これ中身違ったらめっちゃビビるけど、はい、したいと思います。すげえ、こんだけ太くて2冊ずつなんだ、いかに分厚いかってことですね、これが。はい、できました、共通テスト英語リスニング英語リーディングでございます。ぶっといな、英語リーディングめちゃぶっといな。まあ構成大変だったもんね、とてつもない厚さですね。500ページぐらいあるのかな、はい、まあ僕としてはもう2024とか2025とかって名前でいいと思うんですけど、できました。じゃあもうよろしくお願いします。この英語の本がたくさん出てるアルクの中でトップを取ったというですね、しかも学参、高校生とか浪人生向けの学習参考書が一番売れたという前代未聞なことが起こりました。それでいて共通テスト、いわゆる決めるシリーズとか面白いほどわかるっていう二大巨頭の中に食い込んでいけるのか、そして赤本がね過去問では一番売れてたわけで、そこに食い込んでいけるのか、いけると思ったから作ったんです。まあ特に共通テストになってやっぱ4技能のね知識持ってる人たちあんまりいないだろうな、4技能試験ね、僕はトイック受けまくってますから、そこがあったのと、まあ斉藤先生、岡崎先生だったらそういうのも書けるだろうなっていうのもありましたし、あとはそれが共通テストになっていわゆる一転するわけですよ。決めるセンターシリーズだったりとか、センター試験の英語を面白いほどわかるみたいなのとかもシリーズが新しくなるところで、まあゼロに1回なるわけじゃないですか。だからここだろうなっていうのがある。赤本は過去問があって成立するけど、共通テストになって過去問がない。今までセンター試験の時なんかもう10年分、20年分みたいなね、バーンって分厚くやってたから成立してたんですけど、それがないんだから、その枠持ってけるでしょうっていうのが、このだったわけですね。そしてめっちゃ1個目が売れたから2冊目分厚くなって、3冊目もさらに分厚くなってやってきました。すごいですね。どうなの、他のシリーズと違うのか、いろいろあると思うんですけど、どうなったのか説明していきたいと思いますね。まず決めるシリーズとの違いですね。決めるが今出てるじゃないですか、肘先生が書いたやつですけど、まあ本の内容的には似てると思うんですよ。結構ね、視線の方と似てるじゃないですか、どういう風に目をねつければいいのかっていうので、この辺がね、まあやっぱりこの本の特徴でもあったんですけど、まあそういったところは似てるんですが、何が一番違うかなって思った時に、まず2024年の本試験追試験も載ってるっていうところが違いますね。だからまあ前の版持ってて、そう改訂版持ってて、改訂2版が出てて、どうしようって思ってる人結構いるんですけど、まあ特に、ね、最近改訂版買っちゃったんですけどっていう人いるんですけど、まあ両方やっても大丈夫です。問題被ってないところも多いですから構いません。もちろんね、過去問通してやりたいんですっていう人はねいるとは思うんですけど、まあ解説が詳しいです。だから過去問やったとしてもこっちで読んだ方がかなりよくわかると思いますよ。めちゃめちゃ詳しく書いてますから。なんたって解説の量が半端ない、解説半端ないって。初版の時はねかなり削らなきゃいけなかったんですよ。売れるかもわかんないし、でも見事に売れたので、で改訂版からはもっと見やすく、もっと僕のあのトイックの知見を入れたので、もっと見やすくなって、もっと解説が分かりやすくなり、でさらにもうね解説の量もどんだけでもいいってことなんで、めちゃめちゃ足されております。さらに分厚くなって、まあ構文解説なんかも出てくるんですけど、リーディングの方ね、構文の勉強をきちんとやってからやりたいよって方はこれですね。はい、この読むための英文法です。はい、こっからの接続でお願いいたします。はい、そういうために作りましたんで、きちんと構文取れるようになってから行くっていうことですね。でもちろんこの答えを見つけに行く、答えを探しに行く、でどうやって出せばいいのかっていうのが詳しく書かれている本ではありますけど、読めなかったら意味ないじゃないですか。やっぱりちゃんと読めることっていうのが大事なので、そこを忘れないでください。はい、それを大前提で解説が進んでますから、解き方だけ身について、でパッ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 と答え出して合ってたかな合ってないかなじゃダメですからね。こうめっちゃ解説詳しく書いてるし、初見の問題に対応できるように書いてありますんで、なのできちんと解説読んでください。その型を覚えてね、どういう風にやったらいいのかっていうのを分かってから問題解く、そして問題の解説を読んで、その型を身につけてください。それが大事ですからね。ただ最初読んで、あそうなんだ、そういう風にやるんだ、へえ、で解いてみた、で答え合わせして合ってた間違ってたじゃダメですから。語中もいっぱいありますから、単語ねめちゃめちゃたくさん書いてあります。はい、表現ね、そちらちゃんと使ってください。で試作問題の、はい、解説も入ってますので、はい、試作問題ね、どういう風に変わるかっていうのね、予想したことも書いてありますから。で実践模擬試験という模擬試験も入っておりますので、はい、
こちらもね何パターンもだって作ってねめっちゃ頑張ったやつなのでぜひ見てください。新形式のねものにも対応しておりますので、はい、新形式の試作問題を参考に作った、はい、模試も入っておりますのでぜひやってもらえばいいんじゃないかなと思いますね。あの第8問までになってるバージョンです。ぜひ役立ててください。もちろんねあのまた巻末リストでね、イギリス英語出てきますから共通テストそのイギリス英語についても載ってるし、あのグラフ広告問題を攻略する品質表現リストとか、あのディスコースマーカーね話の流れを攻略する展開をとかね、で言い換え問題ですね、こういう風に言い換えられてますよ過去の問題はっていうね、めちゃめちゃたくさん情報載ってますから、こんな言い換えもあるんだよみたいなねトイックっぽい本にそういったところも載っております。とにかく太いで、さらにね詳しくそういった語句だったりディスコースマーカーについて知りたかったらこちらも、そしてリスニングですね、はい、こちらも新しくなっておりますんで、こちらね聞く方ですからね、はい、聞くのを訓練するやつで、でまあ発音記号だったりとか音がこういう風になるんだよっていうね脱落とか弱形とか、そういったところからちゃんと勉強できるようになってますんで、弱音とかねそういったところがまず最初説明されています。でその後で Day 3のところからですね、そこから実際の問題解いてやっていくって形で、でその問題の解説ですね、それぞれ問題の解説にもこういう風に弱音になるとかこういう風に音が変わるんだよっていうのが書いてあります。その実際のね共通テストの音声でここがほらこういう風に音変わってるんだよとかね出ているし、また解説も詳しいです。めちゃめちゃ詳しく書かれておりますし、まあ、岡崎先生すごい論理的に解説する方なので、そのここの音がつながるよとかここの音が脱落するよとかねそういったものが書かれているので一個上の解説になってますんで、はい、そちらもぜひ見てもらえればいいんじゃないかなと思いますね。でこちらももちろん模試入ってますんで、ぜひ参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思いますね。で、まあ形式変更がないだろうと言われているので、まあその分難しくはなるんじゃないかなと思いますね。やっぱ簡単だったんでね、2024年が。だから2025年はちょっとレベル上げていくんじゃないかなと予想しておりますので、ぜひともお買い求めいただければ、誰か感じた。お買い求めいただければいいんじゃないかなと思うんですね。で、これによってですね、これらが売れることによって、次の強化出ると思うんですよね。次の強化出していけると思うんですよ。その英語自体は広がってきます。絶対ほら文法ですね。まあ文法って書いてあるこう解釈ですね。解釈本。英語の構文を取る本なんですけど、まあそこからね、長文だったりとか。あ、ちなみに基礎編が1月に出る予定ですけども、長文だったり、そして文法の問題集が出る可能性もありますね。で、さらには長文、そして英作文。はい、そちらに広がっていく可能性もあるので、このシリーズですね。で、英語が売れたんでね、英語だけじゃなくてね、国語、数学、で、理科、社会と。広がっていく可能性絶対ありますよね。そしたらもう書店にこうバーッとねなるっていうね、これが僕の目指してたことなんですよ。そうだから昔ね角川で過去問シリーズですね、赤本に勝つって言って黄色本って出たんですよ。赤本だとちっちゃくて見にくいからっつってでっかいサイズで、で予備校講師たちがバーッと集まってね、そう有名講師たちがガンと書いて、で解説が詳しい、赤本とは違って解説が詳しいんだって言ってさあ出したっつったら全然売れなくてすぐ絶版っていうことがねあったりしたんでね、あれ大変だった。総計の問題解説書くの、そういう風になんか自分たちで立ち上げて新しいシリーズをみたいなのをやりたいんですよ。まあ、トイックの方でね特級シリーズって立ち上げてうまくいきましたけど、学さんの方ではねまだ達成したとは言えないので、1回目の挑戦はダメだったんで、今回のこの歩くのシリーズで達成させたいと思いますので、ぜひとも皆さん応援よろしくお願いします。これで時代を変える、学さんだけじゃなくてそういった資格試験の人たちの知識も入ってできてる本なんで、他とはちょっと違った解説が見れるはずなんですよ。トイック側、そして大学受験側のこのいいとこ取りでね、どん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 こう良くなっていけばいいなって思ってるので、はい、これからもぜひとも応援していただきまして、こうやって盛り上げていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 共通テスト受ける受験生頑張って。